緑の色画用紙を使ってあやめの萼、茎、葉を作っていきます。これは四つ切りの色画用紙を4等分したものです。それを縦長くさらに4等分に折ります。また半分に折ります。開いて細長いの2つ分、全体の4分の1が茎になります。切るときにはハサミを使っても構いません。これをさらに半分に折りましょう。水のりをつけて巻き込むように折っていきます。これで茎の完成です。次は葉っぱを作っていきます。先ほどの色画用紙を屏風折りにします。輪になっている方から斜めに切っていきますが、端を 2,3 センチ残しておいてください。これを切り分けると葉っぱができます。この小さい方で萼を作ります。両側のこの部分はいりません。形を整えたら、まず一つ目を茎に合わせて、こんな形に切ります。もう一つの方は根元に糊をつけて、先ほど切ったものと茎を一緒に挟み込むようにして貼り付けます。端はくるっと裏側に折り返しておきましょう。これで萼の出来上がりです。葉っぱも萼と同じように根元に糊をつけたら、茎を挟み込んで反対側に巻き込むようにして貼り付けます。葉っぱは1枚でも2枚でも3枚でも構いません。バランスを見ながら考えてつけてください。これで完成です。萼
のところは隙間がありますから、そこに花を差し込むとこんな風にその隙間に花を差し込むことができます。たくさん作って差し込んでいってみましょう。もちろん糊をつけて差し込むとそのまま固定することができます。